日本千葉県八千代市緑ヶ丘駅前。写真左は当時建設中のパークタワー八千代、緑ヶ丘。イオンモール八千代緑ヶ丘。公園都市通り緑ヶ丘は千葉県八千代市の地名である。現行行政地名は緑ヶ丘1丁目から緑ヶ丘5丁目。郵便番号は276-0049。緑ヶ丘と表記されることもあり、実際に、 緑ヶ丘店を名乗っている店舗も多い。1950年頃は中木戸と呼ばれており、一帯は農地、森林が広がっていた。石上川、花輪川源流部の大地にあたり、東側ほど標高が高くなる。長年鉄道空白地帯であったが、東洋高速鉄道東洋高速線開業前から、急速に開発が進んだ。八千代緑が丘駅開業後、 1998年に大和田新殿吉橋からそれぞれ分離されて緑ヶ丘という新町名となった。町名の由来は駅の名前で、駅の緑ヶ丘という名前は一般公募で決定したものである。住宅や高層マンションが次々と立ち並び、2005年には駅直結のイオンや千代緑ヶ丘ショッピングセンターが完成。他にも駅周辺には、 商業施設が多い。東洋高速鉄道開業による影響を最も受けた地域である。また、当地域あるいは、周辺の燃焼人口も、有利の機台と並んで多く、域内にある八千台私立新木戸小学校は、市内有数のマンモス校であった。燃焼人口の増加と、西八チ北部土地区拡生事業により、2010年4月1日に、 当地域北部の吉橋に八0台私立緑が丘小学校を新設し通学区域が再編成された。東洋高速線の開業にあたり当地域周辺で区画整理が計画された。区画整理区域は東洋高速線の駅より北東部を中心に駅周辺と駅より北西部から北部にかけてに分けられた。そのうちあたり地域にあたる 西八代東部土地区画整理事業が1988年に開始。公園都市通りを軸に道路の整備も進み、9年後の1997年に終了した。後に北東部の住宅街はほぼ埋まり、南西部で住宅建設が盛んに行われている。高層マンションの整備も野村不動産が主体となって手がけ。 カムザスクエアヤチンヨミドリガオカが1996年1997年に完成。これを川切りとして近隣に複数のマンションが建てられた。その一方で東洋高速線の開業は土地買収の不調や手抜き工事によるトンネル崩落など問題が多く、1996年4月27日までずれ込んだ。東洋高速線の北側の開発が落ち着き、 南側の開発に着手した。公園都市通り沿いに商店などが整備されるとともに、2002年には、駅南東部に大規模、マンション、リーセントヒルズ、2005年には、イオンやチヨ緑が丘ショッピングセンターが竣工これにより買い物客が周辺地域より集まるようになり発展し、それとともに当地域が脚光を浴びることとなった。ちなみに、これらも、 野村不動産が分譲したものであるが、その後リッチや証券など、高評価を受けたため日本リテールハンド投資法人へ売却された。西八代北部土地区画整理事業は、東部の後を追い2002年に開始したが、しばらくは実質的な動きはあまり見られなかった。2008年より本格的に整備が開始され、現在は駅北西部、 北部から当地域の境界にかけ道路の整備が盛んに行われている。また2009年9月1日より8000台、緑が丘駅北口でパークタワーや高さ101.3メートルで8000台しない最高層となった。2017年10月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。 当地域は前日の通り混雑しやすい国道296号に近く、さらに町内、周辺に県道57号61号が通っているため、交通渋滞が頻繁に起きやすい。市社会が近いこともあり、道路の整備があまり行われていなかった。2011年現在は、西アジオ北部土地区各整理事業により混雑緩和と、 西八代地域の大規模住宅開発のため道路の整備が進められている。ありがとうございます。